誰にも名前の付けられない気持ちがある。多分ある。それゆえ人は切なくなる。美味しいよ。出来たてだよ。お花見たまこ、どうぞ一ついただこう。あ、たまこ、粉面目ない。たまこ、何か欲しいものある？看板かな。はい。昨日さ、もちぞんちが新しい看板に変えてね。あ、その看板、うちのお父さんの力作だよ。大工さんって看板も作ってるの？うちにもああいうの欲しいな。あとはネオンサインとかね。看板はちょっとな。目立っていいね。うちは他に。みどり。あ、おはよう。どうしたの？塗られた。え、もう？じゃなくて、マジで。うん。バレンタイン目前で。おっしゃ！ケーキバイキング行こう！おお。本来のバレンタインから狙いが大きく外れちゃってるんだけど。いけませんか？みどりちゃんだって昔から女の子からチョコもらっちゃって。え、男の子までみどりちゃんに渡しに来るからいろいろとっちらかっちゃってるじゃん。そういえば昨日男子がみどちゃんからチョコもらえるか話してたよ。はぁ、すごいよねみどりちゃん。男の子にも女の子にも人気があって。ま、独り身ですけどね。うるさい。うわぁ、赤くなった赤くなった。みどちゃんかわいいな。もう知らない、キーン泣いちゃった。たまこは？え、誰かにあげる？Not only A but also B。 できた。ごめんね、先部活行っていいよ。A だけ。嘘。 A だけでなく B もまた。だから彼らは言葉だけでなく心もまた大切に。みどりちゃん髪綺麗だね。は？本当だ。ちょっと失礼。何を？みどちゃんの枝毛見つけちゃる。ちょっとカンナ、アマウゴ、早く宿題やりなよ。いいな、みどりちゃん。トキワ堂の CM はみどりが出てくれるんだろう？もちろんですよ。やだよ。小さい頃みたいにおもちゃいりませんかって言ってほしいな。やめてよおじいちゃん。お、みどりちゃんかわいい。ほい、ゴーゴーバレンタイン、エブリバディラブトゥーサンバディ。すごい、かっこいい。うみんな誰かを愛してる。この町の乙女は生きが良いのだな。タマコ、もうちょい左。こんなん？オッケーオッケー。で、笑顔で。こんなん？オッケー。分かっておる。何が？胸が苦しいのであろう。私は。俺に惚れるなよ。鳥に惚れるわけないじゃん。みんなぴょんぴょん、バレンタインはウサギ山商店街に行こう。うさうさぴょんぴょん。たまちゃんは商店街に夢中だね。だね。誰が誰を好きになってもいいんだよ。だね。みどりちゃん、おはよう。おはよう。あのね、みどりちゃん、バレンタインだけど、私、今年もお父さんにあげることにした。そっか。私 A 組。私も A 組だ。私 B 組だ。え、嘘。なんで？みどりちゃんと違うクラスになったことなかったのに。仕方ないじゃん。
違うクラスだ。プール行く？ちょっとタマコ。ん？何？男子誘ってどうするの？水着になるんだよ私たち。それはまずい。タマちゃんいやらしい子だね。頑張ってタマコ。ダメかも。だから息継ぎするんでしょ。八蔵みたいなこと言うね。王子が？いつ？忘れたよ。辛い思い出だよ。ちょっと話したいことがあるから、今日の夜外に来てくれないか。なんだその味気ないフミは。まあいい、求愛の練習はしてきたのだろうな。こうだぞ、ここの角度。だからやんねえって言ってんだろ。デラちゃん？時は。なんでデラちゃんがこんなところにいるの？おお、娘の友か。いや、この青年が娘に。いや、なんでもない。これは…いや、なんでもないよ。おい、早く届けてくれ。たく、面倒なやつだ。お前が届けてくれるって言うから書いたんだろ。だいたい女子の宿舎に男子は入れないんだよ。いいから行け。あれ、娘はどこだ。娘は…あ、みどりちゃん来たんだ。おい、娘ちゃん。ねえ、今デラちゃんの声聞こえなかった？そう、聞こえなかったけど。時はビー。タマコにつきまとうのいい加減やめたら。別につきまとってなんか。まとってるよ。あのさ、タマコ王子のことなんか全然見てないよ。だから告白したって無理だと思うよ。告白？俺は別にそんなこと。じゃあ何？だからなんつうか、ほっとけないっつうか心配なんだよ。うん、そう、心配。ほらあいつなんかぼーっとしてて危なっかしいとこあるだろ。だから。そうかな。そんなことないよ。そんなことあるんだよ。俺は子供の頃からあいつのこと知ってるから。持ち屋と持ち屋なだけでしょ。私の方がタマコと話してるし。俺だって話してるよ。俺の方がタマコのことはよく知ってるし。じゃあタマコは25メートル泳げるようになったの知ってる？マジかよ、すげえな。じゃあお前タマコがメガネかけてたの知ってんのかよ。何？やっぱ知らねえんだろ。コンタクトつける前はこんなメガネしてたんだぞ。知ってるに決まってるじゃん。私小学校4年生の頃から一緒なんだよ。そうでしたね。あ、これは。とにかくタマコは私の友達だから、私が守るから。タマコに何話そうが俺の勝手だろ。タマコ行こう。うん。頑張れよ。25メートル泳げるようになったんだろ。うん。ねえ、タマコって王子のことどう思ってるの？どうって？どうってって、幼馴染だよ。というか持ち屋仲間。そうだよね。じゃあさ、私のことは。みどりちゃん？みどりちゃんは大好きだよ。ありがとう。カンナちゃんガンガン落ち着いてくれそう。ちょっと二人ともちゃんと練習してよね。1年生に示しがつかないでしょ。はーい。みどちゃん厳しい。部長って呼んで。部長。ん？何かな。権力って人を変えるね。おお、いいじゃん。調子はどうかなって思って。順調。ちょいちゃんがいいな。こっち？うん、こっちももうちょっと。いいと思うよ。あとちょっとかな。うん、じゃあね。タマちゃんとこのお帰りかな？ううん、今日は寄ってない。おお、それは珍しい。そうかな。では本日は魔法のステッキをご所望ですかな？それともコンパクト？それともお小遣い？おねだりじゃないよ。ああ、そう。
まずは謝ることが大事。あ、喧嘩じゃないよ。ああそう、こりゃまた失礼、うん、帰る。ああそ、あら、アイデアが浮かびますように。どうしたんだろう。みどりちゃん電話もちょっと変だったし、これはストレス。本当に何かあったの？それはトイレ発言と何か関係がありますか？いや、みどりちゃん、ごめんね。みどりちゃん、ごめん、気づけなくてごめんね。かっこ悪いとこ見せらんないし。かっこ悪いことなんてないよ。ごめんね、しゅうちゃん。ナイスアシスト。はい、チーン、ありがとう。みどりちゃん、なーに？振り付けならみんなで考えればいいよね。そうですよ、部長は部員をこき使うものですよ、パオね。みんなありがとう。あ、またコロコロ来てるよ。来てん、アイジ。じゃあタマコ、王子様と結婚するってこと？タマの腰だね、タマコだけに。ちょっと、何信じてんの？ねえ、タマコだよ。そんなのあるわけないじゃん。それに、こんないきなり。だよね。いつの間に。今、しおちゃんはひょうたんからこませつ。タマコ、ちょいちゃんを疑うわけじゃないけど、気をつけた方がいいよ。ミドちゃんは陰謀説か。タマコ様、ちょいとデラが大変お世話になっているそうで、ありがとうございます。あ、いえいえ、どういたしまして。そこで一度お礼に伺いたいと思っているのです。まだ調子が悪いのか。どうでしたか、ちょい様。タマコ様と王子は一応ご挨拶を交わすことはできた。王子様、素敵だったね。あの柱、実物が見てみたいですよ。構造が気になるし。ちょっと待ってよ。何？なんでそんなあけらかんとしちゃってんの？急にこんな、急に。例えるなら、私から熊のぬいぐるみを取り上げるみたいな、そんな。うん、わかるよ。なんか怖いよね、何かが急に変わっていくって。ミドちゃん、私も宇宙の入り口に立ったみたいな気分なんですよ。動揺してる。うん、変わりたくない、変わりたい。人の心は裏腹で、背中合わせの思いを抱え、どっこい明日を生きていく。タマコ、おはー。おじいちゃんから聞いたよ、来たんだって。すごいね、昨日話したばっかりなのに。いや、タマちゃんち続々とすごいの来るよね。喋る鳥にちょいちゃんに王子様。タマコ、いや、なんか混乱しちゃってね。私だって混乱してるよ。あの時も昼間なのにみんなお店閉めちゃって。え、ごめん、なんかびっくりしちゃってね。なんかね、急に思い出しちゃったんだよね。タマコ、お母さんが。娘よ。お前はどう思っておるのだ。え、王子の妃になるということだ。あー、いや待て、そもそもお前は私に惚れていると記憶しておる。そうなの、タマコ。え、三角関係？いや、全然図形になってないんじゃないかな。確認しちゃう。Cet espace étroit en plein d'œil, je m'envole.
です。